ありそうじゃない、ここ、うん、はい、こんにちは。この間アニメイトでアニメイト近くでガチャガチャがあったんですけど、そのガチャガチャは浜田コレクションっていうガキ塚で出てくる浜ちゃんのキャラクターなんですね。で、そのキャラクターを、今回はガチャガチャで当たったのを紹介していきます。で、これは1回300円で全部で5種類あります。で、今回は私が一番欲しかった、はい、ハマリザ、これね、これが一番欲しかった。これ出るまでやってたら浜田ココリラは2回当たりました。で、これ面白いんが、あ、さっきちょっとハマリザの説明、ハマリザはこうハマちゃんの顔してるんですよ。めっちゃ面白いでしょ、可愛いし、可愛いでしょ。こんな感じでハマリザです。で、ハマダコゴリラは2種類当たったんですけど、これちょっと色が違うんですよ。お腹のところが同じ種類なのにちょっと色が違います。ハマダコゴリラです。これかわいいで、ここにバツって書いてある、これもかわいいポイントです。で、次がハマダパンプキンなんですけど、これもかわいくってちょっと顔の表情が違います。で、これだけ2個セットで300円やから、これだけちょっとお得感ですね。ちょっと顔が違う。かわいい。で、次が、エナザルの首っていう。これは、ここがパカッとしたら、ちょっとグロい、グロいですけど、ハマちゃんの頭、ハマナザルの首です。これはちょっと一番、ちょっと怖い、リアルな感じですかね。これはあんま可愛くないですけど、やっぱ一番好きなのは、ハマリザですかね。パンプキンも好きですけど、まあ、ハマダコゴリラも結構肉面ぐらい可愛い感じですね。はい、以上です。私は、実はお笑いが大好き。その中でもダウンタウンのハマちゃんとまっちゃんがめっちゃ好きなんですけど、今回このガチャガチャを見つけた時は衝撃的で、すぐガチャガチャをしました。普段ガチャガチャしないんですけど、やっぱハマちゃんのガチャガチャやったら絶対欲しいなって思ったんで、ガチャガチャをしました。はい、では、以上です。ではまた、面白いガチャガチャを見つけたら、また YouTube でアップしたいと思います。また見てください。